ソラタン TV、本日はですね、いくもりプロジェクト植樹祭を、やりましたが、隣、私の隣にですねビッグネーム3人がいますので今紹介します。私の隣に、ソラシタンパン工業代表取締役の松尾和俊です。いくもり松尾です。はい、ハードル上がりますね。続きまして日清イクスいくもりプロジェクト推進担当の取締役執行役員弘中和明さんです。はい、弘中です、よろしくお願いします。はい、そしてソラチ総合振興局森林室の室長工藤先生です。北海道ウッド工藤です。皆さん個性のある方で、緊張しますが、今日はですね、いくもりプロジェクト植樹祭の感想を、皆さんに、お伺いしたいなと思っています。まずは松尾社長、はい、今日のいくもり植樹祭、午前中から、夕方にかけまして一日やりましたが、はい、感想どうでしたか？いや、気持ちがね現れるっていうか、まあ、日頃やってることがあまりにもなんか業務的すぎるんで、木を植えるっていうことは本当に清々しいし、またあの工藤先生のお話も業界人としては知らなきゃいけないこといっぱい教えてもらった、まあ、そんな一日です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次に、日清イクスの弘中さんですが、いくもりプロジェクトの企画運営、今までやっていただきました、ありがとうございます。はい、今日一連の、イベントを終えてどうでしたでしょうか？はい、本当にたくさんの方にですね、あの力を貸していただいたりご迷惑をおかけしながら、今日の日を終えることができまして、まずは感謝をさせていただいております。ありがとうございました。今回のいくもりプロジェクトの企画スタートしてからのことがですね、今あの走馬灯のように、はい、もう駆り巡っております。はい、私もそんな思いで今日いくもり植樹祭を見ていました。一連の流れで、森林室工藤室長に聞きます。私たちこのいくもりプロジェクト、最初はですね工藤先生には、アドバイスをいただくっていうことだけでお願いしていましたが、今日はもう YouTube 出演ということでですね、かなりハードルの高いことをお願いして、大変申し訳ないんですが、今日一日、お付き合いしていただいて、この活動についてどう思ってましたかというご質問をさせていただきたいなと思います。はい、今日ですね、まあ、ここまで私がやるのかっていうのはちょっとびっくりしたところなんですけども、ただ実際その植樹祭あの参加してですね、それこそ川上から川下までつながったあのいいプロジェクト植樹祭だったなというふうに思います。あと講演でも私が好き放題喋れたので気持ちよかったです。以上です。ありがとうございます。工藤室長にはまたですね、私たちのいろんなアドバイスいただきたいなと思っていて、今回ソラチタンパンね、かける日清イクスのプロジェクト、後ろにあるですねいくもりパネルをですね全国展開をして北海道の森が活性化できるような、商品作りが、
できたらいいなと思いながら私たち西日空さんと取り組んでいます。そんな中で廣中さんに何点か質問があります。はいはい、今後のいくもりプロジェクトについてですね、どんなところに力を入れて推進していこうと思っているでしょうか。今日の工藤所長のお話の中にも出てまいりましたけども、こういう取り組みをですね、いろんな手段を使って知らしめていきたいなという思いが一つですね。うん、例の苗木の問題もありましたけれども、はい、種探しに行かなきゃいけない。そうですね千の種を探しに旅に出なきゃいけないですね。新しいテーマがまたできて、はい、ますます迷惑をかけてしまうんじゃないかと思います。千の種を探すときにはまた工藤先生にアドバイスいただくことって可能でしょうかね。ここに千が入ってるぞみたいな、私の管轄の同友林内で多少取れますので、ありがとうございます。少し光が見えました。はい、そのうちまたお邪魔させてもらいます。イベント化してありがとうございます。いくもりパネル、そしていくもりフローリングですけど、どのような目標で今後展望目標お考えでしょうか、廣中さん。はい、まず今回着手したこの商品に関しては、その前の段階として1年近くああでもないこうでもないと、ね、いろんなソラシさんの方からもご提案いただきながら、はい、でまずは形にできるものをまず形にしようという形で、発売に至った商品ですので、今後はこれのこうバリエーションであったりデザインで勝負できるものであったりとかですね、そういったところに展開を広げていければいいかなと。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ松尾社長に聞きます。はい、今回のプロジェクト、いよいよ始まりましたが、そうですね、これから私たち北海道にこう木材業を営んでいる、限りですね、この北海道の材料を PR していかなきゃいけないという社会貢献的なことがあると思いますが、はい、どんなふうに社会貢献できることをどんな風、お考えでしょうか。もうこんな風もあんな風もねやるしかないというところ。まあ今回いくもりプロジェクトというのは、使った分だけいわゆる山にお返ししますというかね、はい、その分だけの食事を最低限 やろうという、この商品のそういう性質っていうんですかね、非常にこの環境なりその資源背景を循環型にするということで、大変価値のあるプロジェクトなので、はいはい、もうこれに、中心を置いてですね、いろんな意味でその北海道ウッド、ね、僕らは広葉樹が多いんですけども、そういったものを使いながら北海道の魅力、広葉樹の魅力をねどんどん、発信していかなきゃいけないっていう、そういう使命感みたいなね、はい、そんな感じでいます。ありがとうございます。工藤室長、今、うちの松尾社長だったり、廣中さんの今の思いがありましたが、今後の林業木材業、これはどんなふうに活性化できるのか、そして未来の子どもたちにどんなことをしたらこう財産として残せれるか、何かこう工藤室長の思いがあればお願いします。非常に難しい話なんですけど、はい、森林を守るためには林業があって、で木材産業がないと森林をうまく使うってことができないので、やっぱりその林業も木材産業も活性化する必要がやっぱりありますね。うん、でその中でその木材を無駄に使うんではなくて、木材抜根から木の先端まで全部使うっていうことを目指して 100% 使う、そういうのを目指してやっていって、業であるから必ず儲けるっていうのが前提にありながら、はい、そういうことをしていかないと子どもたちにつないでいけないんではないかなというふうに思いますので、業としての林業木材産業、それの活性化をやっぱり進めるべきだというふうに思います。ただその、現実的にどれをやればそれがそうなるのかっていうのは、またいろんな対策を取んなきゃいけないでしょうけども、はい、簡単に言うとそういうことになるかなというふうに思います。ありがとうございます。今日一日私も食事をすると初めての経験でしたが、本当にいつもまた言ったように清々しい思いでいっぱいだったし、廣中さんが言うようにですね、このいくもりパネルが、どんどん発展して北海道の森が活性化できる、
そんな活動をこれからもどんどんやっていきたいと思っております。またですね、ソラタン TV でいずれまた皆さんとお会いすることがあると思いますが、その時はまたこの3人が出るかもしれませんので、ぜひまた皆さん北海道ウッドをぜひよろしくお願いしたいなと思って、最後に4人でですね、イクモリーで終わりましょうか。イクモリーで、はい、イクモリーやるぞ。はい、いきますよ。じゃあせーのですか。はい、私がせーのと言いますのでじゃあ最後にソラタン TV イクモリーで終わります。はい、じゃあいきます、はい、せーの、イクモリー。